先生の五略だけを簡単に従いまして、簡単にご紹介させていただきます。2003年にハイデルベルク大学の、応用物理学の博士課程を卒業しております。で、その後、東工大三相研と、研究を受けた後、2007年から、東京工業大学大学院ので教鞭を取られています。で、現在、東京工業大学の物質理工学院材料系の院教授で、合わせて昨年より JST 先駆けの研究員を兼任されています。本日は、ご講演タイトル、実験と情報科学を融合させた生態材料設計という内容で、ご講演を行っております。それでは、よろしくお願いします。ご紹介ありがとうございます。東京工業大学の林と申します。本日はこのような光栄な機会をいただきありがとうございます。私は今日は御社のショールームを見学させていただいて、本当にもうすごい様々な材料を紹介していただいて、なんかこれから材料の話をするのがちょっと恥ずかしいんですけれども、私の研究はかなり基礎的なものなので、こういう研究もあるんだなということで、お聞きいただければと思います。で、まず最初に私の紹介ですけれども、自己紹介ですけど、私はバックグラウンドは物理でして、表面科学、的な、分析手法を開発することを行ってきました。で、早稲田大学の物理学科でこの高分解能の電子エネルギー損失分光法という HR イルスというものなんですけど、この電子線を使って振動分光をするというそういう分光装置を作ってきまして、そして修士課程の時にはこの筑波大学の昔の今の三相研ですけど、野添久和先生のもとで、HR イルスと操作型プローブ、顕微鏡の複合装置というものを開発しておりまして、で、この2003年に、このハイデルベルク大学の物理科学科で、中性子とか X 線反射率法の、これも装置開発を行っておりまして、そして、小液界面のシミュレーション技術、モンテカルロ法とか、分子動力学法を用いたシミュレーション技術をもう一から作るということを行っていまして、これで、PhD を取得しました。で、その後、日本に、帰国いたしまして、で、今度はこの小液界面を使ったということで、このプローブ顕微鏡を用いて、表面、バイオセンサーとかそういう表面で、この、一分子レベルで生体分子の相互作用を図るということを、行いまして、で、その後、2006年から2007年、今の三相研のところで、国家標準にトレーサブルなプローブ顕微鏡、そしてこの X 線反射率法の開発というのを行ってました、行ってきました。で、このこれは基本的には AFM なんですけど、非常にこれ、正確性が高いもので、例えばこう5センチ、プローブが動いても、また元の場所に1ナノ以下の誤差で戻ってくれるっていう、そういう装置を作っていました。で、その後、2007年に、東京工業大学の、物質理工学院に、助手として、勤めまして、で、そこでは、この、原子間力顕微鏡と、あと、近接場光学を、組み合わせた装置で、ピコニュートンレベルの力を測りながら、振動分光を行うっていう装置を作ってきて、その、バイオ界面でタンパク質がどのように振る舞っているのか、そのような、研究を行いました。で、今やはり、バイオ界面に非常に興味を持っておりまして、この細胞を自分たちでいじって、細胞と材料の界面を作るというところから、あと、それを見るための界面を分析する装置を自分で作ったり、そして、この界面での分子認識を一分子レベルで測るっていう、そういうようなことを、そういう研究を行っています。で、やはり私は一番、得意なのは、このプローブ顕微鏡という原子間力顕微鏡を用いたものでして、今までの研究成果を、パッと見ますと、こういう分子を
一分子レベルで観察するところから、こう、うまくこの顕微鏡を使ってナノ粒子をこう印刷させてあげて、まあ、その知見を使ってこう 大面積で あのナノ粒子の印刷というものを可能にしたりとか、あとはこの生体適合性のポリマーとタンパク質がどういう相互作用をしているか、そしてこれは今日の話でも出てくるんですけれども、こう界面の相互作用というのが、ナノスケールの相互作用というのが、あの生体適合性にどのように関わっているのか、そしてこの赤の部分は一分子測定ですね。これはあの DNA とあの発がん性物質の相互作用を見たものなんですけれども、この我々があの例えばこのガムテープを貼って思いっきり勢いよく引っ張ると大きな力が働くように、一分子レベルでも引っ張るスピードを速くするとこうあのガムテープのように振る舞うっていうことを見つけたりとか、まあ、そういうことをしたり、あとはあの先ほども申しましたように、この近接波光学、そのレーザー分光と AFM をどういうふうにつなげるか、これはあのこのフレットと言われるドナーアクセプター あの蛍光物質の距離を AFM で変えてあげて、このエネルギー移動の瞬間をこうそのリアルタイムで測ったりとか、あとは最近得意なのはあの単身増強ラマンっていう、ま、あの顕微ラマンだと、ま、空間分解能はあの光の解説限界で決まっちゃうんですけど、それが、ま、数百ナノメートル、それを、ま、近接波光を使うことで大体空間分解能2ナノメートルくらいまであの高めることができると、ま、それも最近 の成果です。で、ま、バイオ界面ではもうちょっと面白いことを最近やっていまして、これはうちの学生が、あの、応用物理学会で賞をもらったやつなんですけど、こう、あの、バイオセンサー表面にこう、ターゲット分子を捕まえる、分子をいっぱい固定するんですけど、一体それ、どのくらいの分子がいて、で、そのうちの何パーセントぐらいが、ちゃんとターゲット分子を捕まえられるのか。もう、あの、非常にあの、バイオセンサーの性能に直結するところなんですけれども、まあ、それをこう形状像と、あと分子認識をそれが起こしているかどうかっていう、分子があるところで本当に分子認識が起きているかどうかっていうことを同時に高速に、あの、モニターするという手法も、あの、開発しました。まあ、しかし今日はあの、今日お話しするのは、あの、このような装置の話ではなくて、あの、もっと血液適合性の話とか、生体適合性、これからの、あの、高齢化社会の医療で非常に重要になる材料の、あの話です。で、まず、最初に皆さんにお見せしたいのが、あの、この二つの電子顕微鏡像でして、これは私が、あの、初めて行った血液適合性試験の結果でして、これはあの、現在、あの、九州大学の田中勝先生という、あの、血液適合性高分子の、まあ、世界をリードしている先生ですけど、その研究室に伺って、あの、私の静脈から血を抜いて、そして、まあ、2種類の、あの、材料の上にポッと垂らして、そしてそれを、あの、バッファーでリンスして、電子顕微鏡で見るという非常にラフな、あの、実験なんですけど、まあ、ここで非常に、あの、最初から面白い結果が出て、実はこれ二つはあの、同じ分子で覆われているんですけど、一つはこの、これべちゃっとくっついているのが私の結晶板なんですけれども、この結晶板がこの表面を異物認識して、そして活性化して表面を覆おうとしていると。で、これはあの、こういうのがだんだん重なり合っていくと、このマイクロスケールの血栓が起きてしまっていて、こういう血栓が脳の、まあ、毛細血管に入ると脳梗塞を起こしてしまいますし、心臓の毛細血管に入ると心筋梗塞を起こしてしまう。ですので、あの、まあ、そのようなことが人工血管とか、あるいは人工心肺の内壁とかで起こると、非常にあの患者さんにとって重篤なあの疾病を引き起こしてしまうと。まあ、もう一つはこの、もう一つの表面は、あの、もう全くこの、血小板が見向きもしない。血小板に対して非常にステルスであるということがわかります。
まあ、全然この、これ、後ほど種明かししますけれども、全然まあ、決勝版が何を見ているか、もう全然決勝版に対する、決勝版の反応が違うんですね。で、これは、こっちは血液適合性があって、血小板が見向きもしないのに対してこちらは結合性なしと。まあ、こういう表面が実は、人工血管の内壁とかで求められているんですけど、実はこの、物理的起源がよくわからないということで、それが我々の最初の研究のモチベーションでした。で、これは実は、非常に古い問題でして、で、これ私の好きなブラックジャックという漫画の中にでも、まさにこれと全く同じ問題が、出てきていて、これは最初この課題にぶつかった時に最初にこのブラックジャックのことを思い出したんですけれど、これはブラックジャックはいつも大体勝利してこう勝っていく話ばっかりなんですけれども、これは打ちのめされる話で、いくら手術しても、この心臓の中で血栓が起きてしまうと。で、こう医学の限界かって最後で終わるんですけれども、実はこれ人工心臓の中で血栓が起きてしまうっていう話で、で、これは手塚治虫のこの取材のことを調べてみると、やはりこの1977年ぐらいからこういう人工材料の表面で起きる血栓形成というのは非常に重要な問題でして、で、まあ、これ今40年ぐらい経っているけど、まあ、未だ分かってない、血液適合性に関して分かっていないということがある。で、もう一つはこの血液適合性を長く研究しているバディ・ラットナー先生というワシントン大の先生なんですけれども、これは最初93年に彼が出した創設のタイトルが、まあ、ブラッドコンパティビリティカタストロフィーって言って、もう今までずっとやったけれども、もう何が何だかわからないっていう、ほとんど諦めのような創設を出しまして、そして、で、カタストロフィー再びみたいな感じで、で、2007年に、15年後ぐらいですね、に、創設を出しまして、で、ここでもまた、こう、ラットナー先生はギブアップしていると。そして、2017年に、ラットナー先生の、65歳の誕生日の、レビューアーティクルで、その中でも実はまだ、解決していないという問題でして、実は非常に、これはまだ我々があまり解決できていない問題です。まあ、ただし日本というのはこの血液適合性高分子という意味では非常に強くてですね、例えばこの九州大学の田中勝先生が開発、テルモに在籍中に開発されたこの PMEA という高分子は、この人工心肺の内壁のコーティングで世界一のシェアを持っていると。で、少しコストは高くなるんですけど、有名なのはこの東大の石原先生が開発した PMPC というポリマーは、まあ、最近は人工関節とか、あるいはこのコンタクトレンズでもすごく汚れが少ない、汚れが付着しにくいコンタクトレンズに使われています。まあ、ただし、まあ、この先生たちともディスカッションしても、やはりこの血中細胞を吸着させないメカニズムっていうのが、もう未だにも分かってなくて、まあ、これは現在進行中の研究であると、考えてください。で、まあ、我々の次に、まあ、ちょっと、我々の体内に人工材料が導入されるとどうなるかっていうことを考えますと、まず最初にこの、我々の体の8割以上水でできていますので、それでによってあっという間に水和します。これが大体ピコセックぐらいの、タイムスケールで、そして、次にこの血中のタンパク質が、吸着します。我々の血液はもう数百ミリグラムパーミリリットルというドロドロの生体分子の、溶液ですので、これがあっという間に層を形成して、で、その上に、まあ、細胞が来て、まあ、接着細胞であれば、この、足場となる細胞外マトリックスと分子認識をして自分がここでいていいのかどうかということが決まって細胞応答が決まるということになっています。で、
まあ、この階層的な界面をもう少し見てみますと、まあ、材料の特性がありまして、でその電荷とか濡れ性とか表面粗さ、あるいは機械特性。でそういうものによって、まあ、この水和する界面の水で、これは水素結合状態がやはりバルクと違ってくるんですね。そしてそれがどのくらいの距離バルクとは違う領域を持つのか。そしてそれによってこのタンパク質の吸着、この体液中には、特に血液中には数百種類のタンパク質がいますので、それらがどういう組成でどういう量で、あるいはこの表面との相互作用でどういう配合をするか。そして吸着後に構造変化も起こしますので、非常に複雑です。そしてそこで次は今度その細胞の挙動が決まってくると。で細胞はまあどのくらい接着するかとか、あるいは接着しなかったら細胞死。そしてこの幹細胞であれば分化したり、あるいはまあ増殖したりとか、そういう細胞応答が考えられると。でもこれらの事象というのは非常に密接に相互相関しておりまして、でこれを実は私はこの生きている間に何とかこれを精密解析したいなと思っています。で、実はこの材料の特性というのは非常に今簡単に表面科学的な手法とか様々な分析手法で見ることができて、でこの細胞の挙動というのも顕微鏡で見ればいいですし、この分化とかそういうものであればこのマーカーを使えば生物学的な手法も用いて解析することができる。ただし、まあ、ここの部分というのは意外になかなか見る手法がなくてブラックボックスになっていると。で、まあ、我々のスタンスとしては誰もが見ていないここを見ればなんとかこう生き残れるんじゃないかと思って今やっております。で、我々が用いている表面なんですけど、非常にこれは高分子とかと比べると単純な系です。これは自己組織化単分子膜と言われるもので、特に我々はこの金の表面を使っているんですけど、金とこのチオールという組み合わせを使っているんですけど、チオールのこの硫黄というのはこの金とは非常に強く相互作用しますので、この金とこのチオールの相互作用と、あとこの分子間の相互作用で、この分子、チオール分子は非常に高配合な膜を形成します。これ、ポンチ塩なんですけど、実際にこれ、プローブ顕微鏡で見ても、このすごく結晶性が高い膜を簡単に形成することができると。で、それだけではなくて、このサム膜、この自己組織化単分子膜のサム膜と言いますけど、そのいいところは、この末端器を変えることで、表面の濡れ性とか電荷とかを簡便に変えることができると。例えば、ここをメチル基にすると、疎水性になりますし、OH基にすると、あっという間に濡れるような浸水性になると。まあ、この経緯を用いて研究を行いました。で、実はこのタンパク質を吸着させないとか、あるいは細胞を接着しないっていう、こういう末端器は、二種類ありまして、一つはこの、非イオン型、ノニオン型の、このエチレングリコールを末端にするものです。これは OCC のエチレングリコールが、こう、まあ、N が2個か3個つくだけで、この単分子膜は全く、タンパク質も細胞も接着しなくなると。で、もう一つはこの創生イオン型と言われるもので、一つ代表的なものは、このスルフォン酸の末端のものと、このトリメチルアミン、これはプラスのチャージ。このスルフォン酸のやつはマイナスのチャージで、これを混ぜて表面に巻いてあげると、きれいにこの電荷を中和するように、きれいに結晶性が高い膜を作ると。もう一つはこのスルフォベタインとか、ベタインタイプのもので、一つの分子の中で、プラスのチャージとマイナスのチャージが共存して、電荷中性を保っているというもので、まあ、この二つも、まあ、同様に、高付着性というものを持っていると。非常に面白いのは、この、全く化学構造が異なる末端器が同様に高細胞接着性、高タンパク質吸着性を示すと。で、一方でこの、タンパク質を吸着したりとか細胞を接着したりする表面としては、この疎水性のメチル末端のもの、あるいはこの浸水性のものでは OH 末端のもの、COH 末端、これマイナスのチャージを持って、水中ではマイナスのチャージを持つし、これはプラスのチャージを持つもの。でもここでまあ重要なのは、一体こういう先ほど紹介したこの高付着性を持つものが、こういう単分子膜と何が違うのか。
ということです。で、これは実は非常に長い歴史を持っておりまして、大体90年ぐらいから議論が続いていました。で、最初はこの丹文島草むの近傍に、特にこの陰性のイオン、ネガティブなチャージが集まってきていて、そしてこの生体分子とか細胞を反発させてるんじゃないかっていう、この静電気的な反発というモデルが出てきていたんですけど、これは結構多くの人に支持されていて、ジャックスとかすごくいい雑誌にも掲載されているんですけど、実はこれは性に帯電したタンパク質、例えばリゾチウムとかも吸着しないということで、2000年初頭にあっという間に否定されてしまいました。で、もう一つはこの海面の水がバリアになっているんじゃないかっていう。これはコンピュータシミュレーションのグループ、ワシントン大のコンピュータシミュレーションのグループから提唱したんですけど、これはうまく2、3ナノメートルで反発力が出るんですけれども、その実験的な証拠がないということで、なかなか証明されなかったと。で、やはり浸水性の高分子がなぜ高付着性を示すかというと、やはりこのワカメのようにゆらゆらして、すごくエントロピーが高い状態で、そういうところに細胞とか生体分子が近づくのは、エントロピー的にもエントロピー的にも、ありえないだろうということで説明されてきたんですけど、この単分子膜の径というのは、分子が非常に高密度で集積しているので、この立体排除効果っていうのは考えられないと。で、もう一つこの問題をややこしくしているのは、例えば水の接触角、非常に水に濡れる径であれば、水がバリアを作るのではないかっていう。ただし、いろいろな文献を調べてみると、この高付着性と水の接触角の相関がないということが分かってきて、これが非常にややこしくしていると。で、我々の戦略としては非常にシンプルで、もしこの表面が何かを吸着させないような性質を持っているのであれば、そういう反発力みたいなのを生じているだろうと。で、その反発力を、計測してあげて、精密に計測してあげて、そして、その物理的起源が分かれば、これは、メカニズムの解明につながるだろうということで、で、我々はこの原子環流顕微鏡を用いました。で、原子環流顕微鏡のこの単針っていうのは、大体ナノメーターサイズの曲率半径を持つようなもので、表面を操作して、ナノスケールの、表面構造を見るんですけれども、我々はこの、高感度で、表面環流を、測定するために、ここに大体数十ミクロンのビーズを、接着剤につけてあげて、そしてこの、ビーズと、あとこの表面双方に単分子膜を形成して、そして出てくるのがこの力応力曲線というものですけど、力距離曲線というものですけれども、ちょっとここで覚えておいてほしいのは、もしこの2つの表面間に引力があればこの青のようなカーブになりますし、この積力があると赤のようなカーブになると。で、それでじゃあ実際やってみるとどうかという。で、これはいろいろなエンノードの中での、この、高付着性を持つ、このエチレングリコールが3つあって、OH で末端を持つ、この単分子膜ですけれども、この、まず最初に、この純水中で測ると、この、結構遠くから、100ナノメートルぐらいから、この、反発力が出てくると。そして、このエンノードを高くしてあげると、これが、この反発力というのがスパッとこの緑のように消えてしまうと。で、これは実はこの反発というのが表面に形成された電気二重層による、電気二重層同士のぶつかり合いの静電気的な反発だということがわかります。で、これは静電気的な反発をこう記述する DLVO 理論というのに非常にきれいにフィットすることができて、で、大体この13ナノメートル四方に一つのチャージがあるっていう計算ができます。で、これはじゃあこのチャージがプラスなのかマイナスなのかっていうのはこの実験からはわからなくて、で、一つの方法としてはこの、例えばプローブの方をこのプラスのチャージにしてあるものだと、こう引力に
変わってしまうと。こういう結果から、この表面に、この短分子膜の近傍には、マイナスイオン、特にこの水酸基イオンが集まっているということがわかります。まあ、ただし、この我々が、着目したのは、この、塩濃度を高くしても、まだここに反発力が残っているんですね。で、これが一体何なのかということを、その物理的起源を追いました。で、これが非常に面白くてですね、例えばこの疎水性のものであれば、これ今全く同じ測定を、いろいろな短分子膜、末端期の短分子膜でやったんですけれども、例えば疎水性のものであれば、この近づけたときに、まず疎水性引力が働いて、そしてこのファンデルワールス力で引き込まれると。そしてこのスルホン酸のもの、ここですね、スルホン酸のもの、そしてプラスのチャージを持つトリメチルアミンのもの、これは浸水性なので、疎水性相互作用、引力がなしに、この2ナノメートルぐらいからのファンデルワールス力だけ。ただし、この、高付着性を持つものってのは、いつもこの先ほどのように、5、6ナノメートルから反発力が出てくるんですね。で、これを、この上のグラフは、この末端期とこの、タンパク質の吸着量。これは、場合は BSA とフィブリノーゲンなんですけど、この高付着性を持つもの、あるいはこの結晶板ですけど、高結晶板接着特性を持つものっていうのは、いつもこの反発力が出てくる。で、実は、もうちょっと細かく見てみると、この EG、このエチレングリコールの数を変えたもの、あるいはこの末端期を変えたもの、いろいろ試してみたんですけども、この高付着性を持つものはいつもこの反発力が出てくるし、この細胞が接着するものはファンデルワールス力か、もしくはこの疎水性相互作用に由来する引力が出ると。ここのつくつかないとナノメートルレベルの相互作用がもう 100% 一致していると。で、実はまあここまで来ると大体この、じゃあ何なんだという話になるんですけれども、実はここまで来るとこの距離依存性というのは電気二重層の力では説明できない長距離であって、そしてもしこれが水であるんであれば、この水の水素結合のネットワークを壊すようなアルコールを少しずつ入れていくと、これが変化するんじゃないかと。そうすると、こう少しずつ我々、水の中、バッファーの中にエタノールを入れていって、最初この水とエタノールっていうのは総分量を起こしながら混ざっていくんですけれども、その完全に混ざり合うモル比率のところでこの反発力がスパッと消えると。で、まあ、このことから海面にこういう何かバルクとは違う特別な状態を持った水があるのではないかと考えました。で、実際これ最初この発表したときにはもういろんなところというか、まあ世界中からそんなわけがないだろうと叩かれまして、で、AFM 以外でも何かそういう海面の水、まとわりついている水、バリアとなっている水みたいなのが見えないかということで、我々はこの、動的光散乱法を用いて、その流形計測からこの水の厚さを、見るということをしまして、で、まあ、動的光散乱はこの流体力学的半径を見るので、もしこの場合は金微粒子ですけど、金ナノ粒子と、あるいはこの分子調では説明できないような、大きさで出てきていて、まあ、大体それがこの5ナノとか3ナノから5ナノぐらいの水分子の層というのが非常に、安定に、流体力学的半径として現れるということが分かって、まあ、これで、この海面の水がバルクとは違う、まあ、結構3ナノ、5ナノという厚い厚さで存在しているということが分かりました。で、じゃあ次に、じゃあその水はどういう水なのかっていうことで、じゃあなんとかこの水の素性を、海面の水の素性を見れないかということで、我々はこれは ATRIR を、改造して、この ATRIR の上に、このプリズムの上に金を蒸着したという。そうすると、この金の蒸着膜というのがちょうどアンテナみたいな感じになりまして、
表面の増強効果を引き出すことができると。そうするとその減衰長がだいたい5ナノメートルぐらいになりますので、この IR は、この表面増強 IR は、まあ、表面のから近傍5ナノぐらいを選択的に分光することができるという手法で、まあ、これで海面の水を見てあげますと、例えばこの疎水性のもの、この青で示したものと、あと高付着性を持つ EG3OH、全くこの海面の水のスペクトルが、これはOH の伸縮振動の領域ですけれども、OH 伸縮振動の領域でのスペクトルが違うということは、もう水素結合状態が全く違うということを示しています。で、これも非常にラフに、この低振動数に現れる3200のところに現れるものは、まあ、氷によく見られるこの、ロンペア2つと、あと OH ボンド2つの全てが水素結合に関わっているようなこの4範囲のもの、そして3400から3500くらいが大体3範囲のもの、そして3600から3700くらいは孤立した OH のボンドというふうに、すごくラフにピークフィッティングをしてあげまして、そしてこれも3範囲の水で順序をつけてあげると、まあ、このようにランキングを作ることができまして、ちょうどここの3範囲の水が多いものが高付着性を示しているといったことが分かってきますが、ちょっとここの部分はまだアサインメントとか今細かいことは第一原理計算を行っているところです。で、もう一つ非常に面白い系として、これ最初に見せた電子顕微鏡像のものなんですけれども、このエチレングリコールが3つでこのメトキシ OCH3 という、この分子の単分子膜は金と銀の上で、実はこの集積密度が違うんですね。そして、ただし水の濡れ性は全く同じと。しかし、タンパク質を、金の上の単分子膜はタンパク質を吸着しないと。ただし銀の上はタンパク質を吸着すると。そして、細胞をつけても、これはヒューベックっていう血管内皮細胞を撒いたんですけど、こちらはもう、全くつかないのに対して、こちらはベトベトつくと。同じ分子で表面を覆っても、これだけ違いが出てくるという。まあ、最初にお見せした電子顕微鏡像はまさにこの2つの単分子膜なんですけど、これを先ほどの表面間力測定を行うと、全然違ってきまして、この金の上だとやはりこの水、海面の水による反発が出てくるし、銀の上では、ファンデルワールスしか出てこない。で、この表面増強石以外で見ると、やはりこの OH 伸縮振動のスペクトルが全く異なると。ですので、この、やはり濡れ性というのは非常に材料を評価する、非常に重要なパラメーターなんですけど、濡れ性では全くこの生体分子とか細胞との、相互作用というのは予測できないっていったことが、で、やはりこういう海面の計測が必要になってくるといったことが分かってきています。じゃあ、この K は、まあ、いいんですけど、じゃあこの銀と金で何が違うのかっていうことをもうちょっと分かんないかということで、コンピュータシミュレーションを行ってみました。で、金と銀の違いはこの分子の集積密度が違うんですけれども、で、こういう K で海面の水がどういうふうに振る舞っているか。そうすると、まあ、これ、我々が見たのは、これは表面からの距離で、で、縦軸が、この分子の密度です。この赤がサムの構成している元素の密度で、この緑のものが、水ですね。そうすると、ここにサムと水の海面があって、こっちはバルクの水で、で、ここに第一、第二水和層があって、っていう、まあ、こういう分布が、コンピュータシミュレーションから得ることができます。そうすると、この、金の場合は、少し分子密度が
集積密度が低いので、このエチレングリコールの部分に水がこう入り込んでいくことができると。そういったことがあります。まあ、いくつかピークがあるんですけど、これはちょうど、単分子膜の酸素の位置に相当していて、まあ、酸素にこの水が水素結合しているといったことがわかります。で、まあ、銀で、コンピュータシミュレーションをやってみると、この、集積密度が高いために中に入っていけないんですね。でそうすると、この界面で、まあ、違いとしてはこの、単分子膜内に水が入り込んでいるか水が入り込んでいないか、そういうことが分かってくると。で、実際にこの、じゃあ、この界面で、このオリゴエチレングリコールと水が混ざり合うと何が起きるかっていうことを文献を調べてみますと、まずこのポリエチレングリコールの周りでは、この水が大体、このダイナミクスとしては、この10倍から100倍ぐらい遅くなっていると。もう一つはこの、ペグの周りの水っていうのはクラスターを形成しているといったことが分かってきていて、そしてまあ MD でもそういう水っていうのは反発力を生じていると。こういうことが界面で起きるとどうなるかというと、ここの金の上では、ここでこのエチレングリコールと水が混ざり合って、こういう水のクラスター化が界面で起きているのではないかと。それが物理的な障害になっていると。そして、まあ、これが、表面間力測定にも現れていて、で、一方で、この銀の上では、そういうクラスター化というのが、この界面での水と、このエチレングリコールの混ざり合いがないから、そういうことが起きずに、この単分子膜を近づけていったときに、まあ、ファンデルワイズ力しか働かないんだろうと。まあ、そういうことを、今推測ですけれども、モデルを立ててきて、切ることができると。まあ、そういう状態です。今、実は、こう、スプリング8とかで、X 線の界面の水の電子状態を測るということをやっていて、ここら辺の病像がもう少し明らかになってくると思います。で、まとめとしましては、この、まあ、我々が今まで行ったところでは、高付着性を持つ単分子膜近傍にも、確実にこの、今 100% の割合で、この、水のバリアがあるという、そして、実はこう、もう一つ重要なことは、このペグとか PMEA とか PMPC といった生態的合成、この抗細胞接着特性を持つ高分子材料と混合したこの IR スペクトルっていうのは、実はこの界面の、サムの界面の水のスペクトルと非常に酷似していると、いったことが分かりまして、やはりこの界面の水っていうのが、非常に高付着性発現のために重要だっていうことが分かっています。ただし、まあ、高分子に関してはやはり高分子差の運動性とか、そういうエントロピー的な効果が現れているので、それをいかにこう定量化するかっていうことは、ちょっと今難しくて、これからの課題になってくるかと思います。で、もう少し、これは、合成分子でやったんですけれども、我々の体を形成している、例えばタンパク質、DNA、そういうものにはこういう、水の構造化を促すような機能があるのかどうかということが我々の次の疑問で、例えば我々のタンパク質とか酵素とかは非常に巧みにドロドロの状態で分子認識を行って、今まあ我々の命を支えているんですけれども、例えばこれは理研の前田先生との共同研究ですけれども、この DNA、彼らがやったことはこの DNA のサムを作りまして、そしてこの末端の、これは双方的なんですけど、末端が双方的か双方的じゃないかっていう、この末端のこの一つの塩基配列が違うだけで、この金微粒子の分散性が全く異なると。で、それを我々は表面間力測定を行ったんですけど、やはりこの分散、しないものでは、この疎水性相互作用っていうのが出てきて、凝集してしまうと。そして、一つだけ、ミスマッチを入れてある系では、海面の水が、このやっぱり、これは結構、長距離で出ていて、まあ、5ナノぐらいの水が、この、末端の塩基配列によってモディファイされていると。そういうことが分かってきています。もう一つは、この、
ペプチドの K のアミノ酸ですね。これも双生イオン型 の, あのアミノ酸あ、ペプチドを作ると高付着性を持つということで、我々単分子膜を作って計測したんですけれども、やはりこの海面の水がバリアになるということが分かりまして、そしてこれもあのタンパク質の吸着実験との相関していると。ですので、この海面の水がこの生態分子によってもうまく、まあ、生態分子というのはやはりこの海面の水をうまく使って分子認識とかそういうことをこう特異的な相互作用のみを行っているということが大体分かってきていました。で、大体あのここまででちょっとゆっくり話したらあっという間に40分あの今日お話ししたかったのはちょっとデータ科学のことだったんですけど、ですね、それについてちょっとスキップしていきたいと思います。で、今私があの JST のプロジェクトでやっているのはこのマテリアルズインフォーマティクスというデータ科学を使った材料設計というもので、で、私は別にあのデータ科学の専門家でもなくて、あの、ただしデータ科学に関しては実は経験があって、それはあの、私が入試院をやっているときにどういう学生を採用すればいいかっていうことを最初入試院の先生と考えたときに、ちょうど手元に300人ぐらいの学生の成績と、まあ、科目すべての科目の成績と、そしてこの在学中の学会発表とか、あと受賞とかそういうのが、受賞歴とか全部データが手元にあって、そしてそれを使って機械学習をして相関関係をあの調べると、どの科目がいい成績をなのか、そういうあの学生を見る目がもっと定量的にできるんじゃないかっていうことをやって、まあ その時にあのいろいろな主成分分析とかあの人工ニューラルネットワークとかを勉強してやってみたら、これは結構あからさまに結果が出まして、でその時に学生さんが、まあ、これあのそんなことやってないで材料あの研究に使ってくださいっていう話をしてくれて、まあ、それがきっかけであの JST に応募して採択されたという経緯があります。でこれをじゃあどうやってあのバイオマテリアルの設計に持っていくかという話なんですけれども、ですね、あのまずこの、まあ、今どうやって我々が、まあ、企業でもやっているかというと、まずこの候補材料、スタート材料がありまして、そして、あの、それらに対して、まあ、あの、化学組成を変えたりとか、その、高分子だったら分子量を変えたりとか、そういう、非常にシステマティックに類似材料を作りまして、そして、それらに対して、材料の評価だったり、タンパク質吸着だったり細胞応答、そしてまあ動物実験も行って、それらの結果をまたこうフィードバックするんですね。で、このフィードバックっていうのも、この研究者自身の経験に基づくフィードバックで、なかなかこれをもう目的達成までこういうのを繰り返さなくちゃいけないと。そしてまあそういうことが実は、こういう今言った試行錯誤のプロセスはこの材料の、研究者の経験に頼らざるを得ないということと、あとそのバイオマテリアルも高分子材料からこの酸化物であったりセラミックス、そして金属とは、まあ、主にあるんですけれども、その経験とか知見とか非常にこの材料分野に分散して孤立しているということが私調べていて分かってきまして、そしてこう、まあ、特にこの細胞応答決定のメカニズムっていうのがいまいちよく分かっていないと。この3つがあると結局その、まあ、開発コストの上昇とかその開発期間が長期化するとやみくもにやっていかなくちゃいけないっていうのが全く新しいアプローチが必要だなと、まあ、そこを何とか提案できないかということで、で、まあ、今こう、まあ、材料があって、まあ、それを評価していくとこういう機能があると。で今までの研究は、まあ私の研究もそうなんですけど、じゃあそのメカニズムを解明するために、この、
この表面感力測定であったりとか、この表面に敏感な分光手法であったりとか、今ちょっと今日スキップしちゃったんですが、ちょっと時間あったら紹介します。マススペクトロスコピーを使って、この足、細胞の足場を調べたりとか、そういうことをするんですけれども、なんとかうまく、この欲しい機能で材料を設計できないか、こんな夢のようなことができるかどうかっていうことを今ちょっとチャレンジしています。で、やるべきことというのは、まずこの、元素組成であったりとか、どういう元素組成であったり、どういう、化学結合を持っているか、こういう材料を記述するパラメータがありまして、で、それによって、水の濡れ性であったりとか、表面のチャージとか、まあ、極性というのが決まってくると。で、それに対して、この、タンパク質が吸着したりとか、あと、細胞が接着して、まあ、細胞の接着、あと、細胞死とか、まあ、増殖分化、そういうことが決まってくると。で、まあ、そういうことを、この、今までこういうデータはもう文献データで山ほどあるので、これらを、まあ、情報科学的な手法を用いて、例えば、まあ、もう非常に簡単な線形回帰から、この多変量解析。そして、我々は、この、結構こういう現象には非線形性があるので、機械学習っていう手法を最終的には選んだという。で、ちょっとそれについてお話ししたいと思います。で、我々は人工ニューラルネットワークっていうものを、使ったんですけれども、これは、我々の、まあ、頭の中にあるニューロンをモデルにしたもので、このニューロンっていうのは、ニューロン同士がこう軸索というもので結合されていて、もし我々が学習したり、していくと、このニューロン同士の軸索というのも、まあ、数とそして太さも増えていって、これが我々の経験となったりとか、知識となるんですけれども、この、ニューロン同士のつながりを、まあ、この、まあ、一つのウェイティングファクターでつながっていると考え出されたこのモデルが、この人工ニューラルネットワークというもので、これは左側の、この青のサークル、これがインプットデータになるんですね。この XY、X2、XN と。そして、ここに隠れ層、中間層というニューロンがいくつかありまして、で、これも、まあ、そしてこれは最後にこう出力が来ると。で、これ、一個一個のニューロンというのは、この、ある重みで全部結合されていて、そしてこの、インプットデータに対してアウトプットがあって、まあ、それを説明できるようにデータを使って、これを学習させていくと、この重みというのがどんどん最適化されてくると。そういうモデルを使った、機械学習です。で、まあ、このモデルは非常に、もう今ではものすごく活用されておりまして、例えば、これは私の好きなうるさい芸人の柳沢慎吾なんですけど、このニューラルネットワークが非常に成功したのは、この Facebook などの画像認識ですね。で、やはりこの、例えば画像であれば、これは例えばこのもう目の位置とかそういう鼻の位置、そしてこうおでこの形、そういうのが特徴量としてどんどん何千枚というデータで学習させるとかなり高い精度で顔を識別できるようになると。まあもちろんこの特徴量が似てるとこういうエラーも出てきてしまうんですけれども、非常にこういうふうに機械学習というのは、うまく学習が進めば、データをかなり、判別できると。で、我々が、使ったのは、この自己組織化単分子膜。まず、高分子とか、金属とか全部やろうとしたんですけど、ちょっと量が多すぎて、手に負えないので、まずはこの自己組織化単分子膜っていう、へのタンパク質の吸着に関する報告というのを、学生、総動員して、
論文を読んでデータベースを作るということをやりまして、そしてまああんまり言っちゃいけないんですけど、僕の授業を取っている学生にもレポートとして、レポート課題としてやらせたりとか、まあそうやっていろいろと巨大なデータベースを作っていくという作業をしました。で、まあそうするとこういう次のようなあのニューラルネットワークを作ることができる。まあ、非常、あの、まずインプットとしては、この、どのくらいの元素、あの、H の、例えば水素原子がどのくらいの割合でいるか、酸素の割合がどのくらいでいるか、そして、例えば CC ボンドの数がいくつなのか、酸素のボンドがいくつなのか、でまあ、酸素、炭素がどのくらいなのか、そしてその元素の位置ですね、それを入力データとして挙げて、で中間処理層があって、でアウトプットに例えばこの水の濡れ性だったりとか、あのタンパク質の吸着、そしてまあ細胞接着っていうのを入れることができると。これを使ってあのデータベースで学習させていくと。もうちょっとあの細かく申しますと、まあ、300個の今あの300個のモノレイヤーがあって、で、まあ、今言ったようなこの元素組成と、あの、ケミカルボンド、そしてアウトプットはこうなっていて、で、まあ、データベースの内容としては、まあ、今言ったものが、これまさにそのまま持ってきたものなんですけれども、で、まず、我々がやったのは、こういうインプットデータ、あの、最終的にはこういうデータから材料設計をしなくちゃいけないので、本当にこれで、こういうパラメーターで、あの、単分子膜の系なので非常に直鎖の分子なのでやりやすいんですけれども、そういう系で、ちゃんと、あの、構造が記述できるかどうか、っていうことを、まずチェックします。で、これはあの、先ほどの構造データの中から、例えばこの、パーセンテージの O というものを、それらの、あの、入力結果から予測できるかどうかっていうことをやりました。非常に、まあ、あの、これ、まあ、これはもう本当にもう小学校の問題で、もしこういうデータが与えられていたら、あの、パーセンテージの O を求めるには、100からこの C と H と N を引くだけなんですけれども、あの、重要なことはこの人工ニューラルネットワークはそんなこと全く知らないんですね。だけれども、その学習データからそういうのを予測できるか。で、そうすると、ちゃんと300個ぐらいの、あのデータで学習させてあげると、非常にこれ、こっちはあの、例えばこの、水素、あの、原子の、あの、割合を、こう、実際のデータで、で、それ、これが ANN が予測した値ですけど、これが Y イコール X の上に乗っていると、正確に、予測できたってことなんですけど、これ非常にうまく、あの予測できていると。で、O に関しても、あの、完璧に予測できている。まあ、ですので、まあ、我々これで、あの、間接的ではあるんですけど、こういうパラメーターで、ちゃんと、分子の構造が記述できているんだな、っていうことを確認してから、あの、まあ、これで、あの、インプットのデータは、まあ、OK だろうと。で、もう少しいろんなことができまして、例えばこの、じゃあこのパーセンテージの H を求めるには一体どのパラメーターが重要なんだろうとか、で、パーセンテージの H を求めるには、まあやはりこの酸素の数と、あの、炭素の数が非常に、あの、割合が非常に重要だと、こいつらが決まっていれば、まあ、OH とか CH 結合で、あの、数が決まってくるので、こいつが求まるんだろうと。で、実際に、これは割合であるので、この原子総数っていうのは、実は、あの、重要性が低いということがわかります。で、ちょっと今、順序がどうやって重要性を調べるかっていうことをちょっとスキップしてしまったので、で、重要性を調べるには、あの、まあ、いくつか方法あるんですけれども、まあ、一つはこの太さから、あの、決めてしまうっていうのもあるんですけど、今行ったのは、あの、例えば、この
ケミカルボンドの重要性が知りたかったら、この計算するときにこいつを全部抜いちゃうんですね。このアウトプットを出すとき。そうすると、これが重要であれば、アウトプットの方でエラーが大きくなるので、そのエラーが大きいということは重要性が高いということで、そのエラーの大きさから、見積もっています。でですね、まあそういう重要性とかも、きれいに、評価することができまして、で、で、実際これ、世界中のデータを、文献データを学習させて、そしてその ANN で予測してみたんですけど、実は、なかなか合ってこないんですね。Y イコール X の上に乗ってこない。で、それは、で、まあ、いろいろ考えたところ、世界中で実は、実験条件が違うんですね。その、測定装置の違いとか、あるいはこのタンパク質の濃度とか、で濃度も揃えてあげても合わないときには、結局その流、その液の流量とか、そういう測定手法が同一でないと、全く違うデータが出てくるっていうことが分かりました。あと、細胞接着実験に関しては、この材料の前処理の違いとか、あと細胞破種までの培養条件とか、そういうのでも異なってくるということで、で、実はこの材料のこのタンパク質生体分子とか、細胞に対するこの応答っていう、そのデータを、得るためには、本当に統一化された条件下で、高品質なビッグデータを生成することが非常に重要であると。いったことが、まあ、この結果によって分かったと。で、もう一つ面白いのは、この、もう、Y イコール X から、いつも外れているデータを出してくるグループがいたりとか、そうすると、もう、調べていく、そういうふうに調べると、この、本当に実験やってんのかなっていう、スイスのグループとかが出てくるんですよね。まあ、結局、その、バイオの実験っていうのは、その、計算科学が応用できないので、リチウムイオンのバッテリーの、電極の設計とか、触媒の設計とかでは、この計算科学っていうのはものすごくビッグデータを生成する手段として、有力なんですけど、バイオの実験というのはやはりこの実データが必要ということで、そこを打破する技術が必要です。で、じゃあどういうふうにしてこのビッグデータを作るかっていうことで、で、今我々やっているのはこの傾斜基板っていうのを作っています。これは基板の位置によって、これはこの場合は、ですね、これはメチル末端のものと、あと、オリゴ一連グリコール末端の、これ、基板の位置によって割合が異なってくると。で、そうすると、大体こういう基板を1個作ってあげると、そいつらに対して、こう、細胞実験とか、この、表面の分析とかをしてあげると、もうそれだけでビッグデータができてしまう。大体、これ、まあ、1×1 の基板、1×1 センチの基板なんですけど、これを大体、まあ、3、4枚用意してあげれば、400個ぐらいのデータは取れると。それをこう、単分子膜の割合とか、あと、混ぜる種類を変えてあげると、もう本当様々な多角的なデータを、データセットを揃えることができて、で、そのデータを用いて、機械学習をやってあげると、結構うまくいきまして、例えばこの水の接触角だと、この青が文献値で赤が我々のデータなんですけど、非常に、人工ニューラルネットワークが非常に綺麗に、予測できると。今、これタンパク質に関してはもうこの Y イコール X に綺麗に乗るような、学習が行われていると。で、今、この結晶板とかもやったんですけれども、まあ、それなりに非常に、ANN によって、この、化学構造から、この細胞応答というのが、予測できるようになっているといったことがわかります。で、
もうちょっとこれ、今度インプットデータを変えてみると、例えばこの、どういう測定データが、例えばこの、タンパク質吸着に効いているかっていう、今まで経験的に行われてきたものをすごく定量化することができます。例えばこの水の接触角、そしてこのプロトンドナーアクセプターがどのくらいあるか、表面チャージはどうなのか、でこういうのを使って、この単分子膜の系で、機械学習をしてあげて、そしてこの、重要性試験っていうのを行ってあげると、出てきた重要性試験の結果は、このチャージが非常に重要であると。あと、この、水素結合の、サイトの数が重要。で、パッキングデンシティとかはあまり重要じゃなくて、で、実は、この、水の濡れ性っていうのがあまり重要じゃないっていうのが出てくるんですね。そうすれば、で、これは実はこの、ハーバードのワイトサイズのグループが、彼らは有機合成得意なので、だいたい100個ぐらいの、単分子膜を作って、で、その中で経験則で4つの、条件が、この高付着性、高タンパク吸着特性に必要だということが、述べているんですけど、その、例えばこの、ポーラーファンクショナルグループスを持っていることが重要というのが、ここに出てくると。そして、重要なのは、このチャージが重要という、この電荷中性というのが非常に重要だということも、この重要性試験で出てくるということと、あと、彼らの、ノークリアコリレーションビトゥイン、ウォーターコンタクトアングルと、あとは、あれですね、プロテインアドソープションは、あまり、水の接触角はあんま関係ないっていう結論、彼らの、経験則というのが、こういう文献データを用いた機械学習によって定量的に出てくるという。これが非常に我々にとって、驚くべき結果で、やはり中性な表面を作んなくちゃいけないよねとか、そういうことが、ちゃんとデータ解析をすると、その重要性というのが定量的に出てくると。いったことが分かりました。で、もう一つはこれも今やっているんですけれども、じゃあ実際これを使ってどうやって未知の材料を作っていくかっていうところで、で、我々のアイデアとしては、非常に簡単でして、インプットデータの一部と、出力の質素の、データをちょっと入れ替えてあげて、機械学習を行うと。そうすると、例えばこの、細胞応答とかそういうものを、インプットにしてあげて、求めたい化学パラメータを、例えばこの酸素の割合だったりとか、そういうものを出力層にしてあげて、データベースは全く一緒です。そして機械学習を行ってあげて、そしてある程度この前提条件を入れてあげると、そういう条件のもとで、この求めたい化学パラメータが出てくるっていうことを、行ってみたんですけど、例えば、それをやると非常に面白くて、これ CC ボンドとか C とかこういうのを、カーボンの数とかを、学習した後のニューラルネットワークに入れてあげると、こう、時々こういう、カーボンの数なのにマイナスが出てきてしまうんですけれども、こう、ある程度リーズナブルであり得そうなものを入れてあげると、ちゃんとこのペグの、構造を予測するようなデータが、結果を出してくるんですね。これ結構、これは、なんでこうなってるかっていうのがまだ実は分かっていなくて、で、これ、実は、機械学習に用いたデータっていうのはペグは入っていないんですよね。で、そこからこのペグの情報が出てくるっていうのは非常に面白くて、ただしちょっと今ここは、情報科学の人と一緒に組んでやっているところなんですけれども、ただやっぱりこう、あるものから未知の材料を予測するっていう可能性も実はあるのではないかと。で、そういうことを今、研究しています。で、最後になり、ここの部分のまとめなんですけれども、
まあ、ここで ANN を用いた機械学習を用いることで、材料の基礎物性を予測することができて、またこのタンパク質吸着の傾向なども予測することができました。で、やはりこの非常に面白いところは、その我々がこの経験的に文献等を読んでいて出てきた経験則というものが非常に定量化することができると。で、最近の成果としては、ANN を用いて、このPEGの構造を予測することができたと。まあ、これもまだ課題がいっぱいあるんですけれども、あと、まあ、これを、ここまでできると結構楽しくて、まあ、いろいろやってるんですけれども、結局、実はこの ANN を使った統計解析っていうのも、結局相関解析に過ぎなくて、やはりこの界面のメカニズムを、この解明することっていうのは、この、相関解析からはできません。で、ですので、やはりこの界面で何が起きているかっていうことを、そういう基礎的なメカニズムの理解と、あとこの精密な相関解析っていうのを、その両輪を回していかないと、どうしてもなんか、こう、失敗してしまうんじゃないかと、思って、どちらもおろそかにしないようにという、スタンスでやっています。そうですね。で、まあ、最後になりましたけれども、最初木戸さんと佐藤さんとお話ししたときに、なんかどういうところから、手をつけたらいいのかっていうこともちょっとお話ししてくれと。で、統計解析とか機械学習のプラットフォームとしては、我々は最初ベカっていう、これフリーソフトで出ているんですけれども、これは非常にわかりやすいです。これをダウンロードしてきて、YouTube のチュートリアルを見れば、もうすぐできるようになると。で、その後、まあ、我々のメンバー全員ベカが使えるようになってるんですけど、それからちょっと凝ったことをやるようになったら、やはり Python の、あとこの scikit-learn という機械学習のライブラリーがある。これも全部フリーですね。で、今、機械学習をやっているメンバーは、これを使っていると。で、あと初期にマットラと、の中にある機械学習のパッケージを使っていたんですけど、これも使っているメンバーはいますね。あと、私は初期の頃 R っていう統計ソフトウェアを使って、その中のライブラリを使ってやったりとか、メンバーによっては、イゴールプロっていう、あと、まあ、C とかフォートラン使って書いてる人もいますし、まあ、マセマティカを使っている人もいるって、結構、統制が取れてない研究室なんですけど、でも、最初にやるとしたら、やはりこのベカっていうのが非常に、やりやすいと思います。で、ちょっと、これ、あれ？これ出てこないのかな？せっかくなので、ベカを、がどのくらい簡単かっていうのを、お見せしたいんですけど、どうやってやるんだろうな。ちょっと待ってください。ミラーリングして。あ、そうですね、これで。これが、ベカっていう。で、まあ、これダウンロードして立ち上げればすぐ。で、まあ、最初はこのエクスプローラーっていうところを押して、そして彼らはオープンファイルで、アプリケーション。で、これですね。これデータで、ここに、サンプルデータが
いっぱいあって、これは機械学習に非常に有名なアヤメの花の直径とかこの軸の長さとかそういうのでその種類を分類できないかっていうデータなんですけど、これでデータベースの中を見てみると、なんか長さだったりとかその幅だったりとかそういうのが、こう長さがあって、そしてこれはこういう種類のアヤメだよっていう、アヤメ3種類ここに入っていて、まあ、そういうのをもう読み込むだけでこういうふうに出てきて、そしてこれを、まあ、例えばこうクラシファイ、これ分類ですよね。そしてなんかこうやり方をこう何でもいいんですね、これ本当にこういうやり方とかこの手法を選んでスタートすればもうパッと出てくると、まあ、非常にこのフリーソフトで とっつきやすいソフトですね。でこれは先ほどのデータとそれぞれの記述詞と、まあ、どういう相関を持っているかっていうのもその場で見ることができますし、で何よりもウェブ上でのチュートリアルとか教科書が非常に充実しているので、もしやるとしたら最初やるとしたらこのフリーソフトウェアが我々のメンバーも、まあ、最初これをやってくださいっていうことをお話しします。まあ、これもちょっとせっかくなので紹介させていただきました。で、最後ちょっと宣伝させてください。で我々の研究室で社会人博士コースの募集していて、もし今日お話しして例えばプローブ顕微鏡とか表面分光を利用した培養界面の解析とか、この社会人コースのいいところはほとんど大学に来なくても発表できるところを学術論文に1本仕上げれば学位が取れるという非常においしいで我々ができるのはまあ、プローブ顕微鏡とかの培養界面の解析、あとこの今日お話しできなかったこのバイオマテリアル表面上の生体分子の解析っていう、こうマスを使って1000種類ぐらいのタンパク質を同時にどれがどれだけあるっていう同定と定量を両方やるっていうソフトウェアも開発して、手法も開発してます。で今日お話ししたマテリアルインフォーマティクスの技術っていうのが我々が共同研究とかできそう、もし社会人ドクターで入っていただけたら提供できそうな技術ですので、ぜひご検討いただければと思います。で最後になりましたけど、まあ、これ我々の研究室で大体我々の研究室は半分ぐらいが化学出身 で3分の1ぐらいが物理出身 であと機械とか宇宙物理とかやってきた人間とか情報の人間も一人いて、彼が結構機械学習を頑張ってくれていると、まあ、あと生物の人間もいますね。で、まあ、半分ぐらいが留学生で、だいたいマスター の 90% ぐらいがドクターに行ってくれるっていうちょっと異色の研究室です。まあ、今日の研究はほとんど学生さんたちで行ったもの で、あともう一つ感謝したいのはこの鶴田先生という、この前2年前に亡くなってしまったんですけれども、その一派でなぜか僕がそのバイオマテリアルの表面を研究するっていうメンバーに加えていただいて、ずっとこの PMEA を開発された田中勝先生とか、あと細胞認識性 のマトリックスを作っている赤池先生とかと一緒に月に一度ぐらい数時間ディスカッションするということで、こういう研究にまとめることができました。
ここの場を借りてお礼申し上げます。あ、じゃあ以上で発表を終わります。ありがとうございました。先生どうもありがとうございました。ちょっと残念なことに質問の時間が会場の都合でなくなってしまいましたが、そうですか。先生この後懇親会も参加されますので、その参加される方はぜひどうぞ。最後一問だけ質問受け付けますが、何かあれば。あ、そうでしたね。私ございませんよ。5時しっかりもらおうと思って。じゃあ、一問だけ、はい。すみません、ANN で、なさったということを、お聞きしたんですけど、はい、結局、他の、ディシジョン系とか、他のも多分試されてると思うんですけども、おそらく、この、ANN が、今回使われたっていうのは、どういうところがポイントだったんですか？その他のディシジョンツリーとか、他の、そうですね。やはり一番正確に予測できたっていうところで、もちろんディシジョンツリーとか主成分分析とかも結構やったんですけれども、一番の問題はタンパク質がつくつかないっていう、結構非線形性があるみたいで、あるところで急につかなくなったりとか、そういうことがドラスティックなところをなかなか主成分分析とか多変量解析ではできなかったという。それ多変量解析はできないと思うんですけど、ディシジョンツリーだったらその辺ができるのかなと思ってるんですけど、それはちょっと勘違いなんですかね。ちょっとディシジョンツリーの方だったら購買ブースティングとか、なんかその辺だったらいけるのかなとか思っちゃったんですけど、それはちょっと私、あまり そこまで分かってないのかもしれないんですけど。ディシジョンツリーもずっとこう、分けていって、どこで切ったらいいかっていうのがいまいちよく分かんない。ああ、ディシジョンツリーが、その、アンサンブル系だったらいいのかなとか思ったんですけど。ですね、ディシジョンツリーを使ったりとか、あとですね、いろいろやったんですよね。この ANN が一番いいんですよね。そうですね。ですね、その辺のどういうふうなところでどう分けていくのかなというのがちょっとね、迷ってしまうので、それから、やっぱり、はい、このニューラルの方だったら、かなりやっぱり数がいりますよね、データの。はいはい、という認識でよろしいんでしょうか。はい。ですね、最低で、でもいいで、やっぱりデータの質によるんですよね。ある程度、データが良ければ、100個ぐらいのデータセットでもニューラルネットワークで動い、はい。ですね、多分どっかにどの手法を使ったら何がうまくいかなかったかっていうスライドがまとめてあるので、ちょっと後ほど、はい、紹介いたします。ありがとうございます。どうもありがとう。じゃあ、最後先生にもう一度拍手でお礼をと。ありがとうございました。ありがとうございました。すいません、会場が、あと5分ほどで、全員退出という状況なので、申し訳ありませんが、これで閉会ということで、ありがとうございました。すいません、時間を間違えてました。ぴったり5時に終わろうとしたら、ご説明してなかった。ごめんなさい。